所行きます。 goodair.com インターネットラジオ goodair.com presents 九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック。はいどうもこんばんは、中村健太郎です。深夜0時を回る直前でございました。すいません、また2分早いのか。今日もよろしくお願いします。雑談ですけれどもね本日も学習塾の先生として授業が終わってからさあここに来ているという状態なんですけれども、茶野さんこんばんは、今日もよろしくお願いします。肥後幸太さんこんばんは。磯野さん、今日の八代は暑かったね。暑かったみたいっすね。すいません寝てました今日動画でも言ってたんですけど、昨日ね、今日もそうなんですけど、テストがね今中学校で合ってるんですよ。で、本来大体同じ週にテストがあったりとか、またいでも2週間とかなんですけど、先週今週と続いて、テストがずっと続いてるんですよね、学校の。なので、そのテストが終わらないとどうにもね身動きが取れないなっていうところなんですが、ちょっとね前回の、先週のテストのやつは、こっちで補習をやっぱりいっぱいしたりとかねしなきゃいけなかったところ、コロナがねどうしても怖いということでなかなか塾に来れないっていう子たちもいたので、私はクリーンキャンプに出かけていくってことをやってしまったわけなんですけど、まさかのねやっぱね点取れてない子が結構いるんですよ。なのでちょっとね正直眠れないマジでねやっぱねそれなりにやるべきことをやってもらって点を取ってくれないとうち塾潰れるんでね、やべえなーと思いながら、昨日眠れず、おそらく今夜も眠れないと思います。そんな、そんな今日を過ごしながらも、とにかく楽しくやっていきましょう。はい、1時までだらっとねやっていきたいと思いますんで、昨日みたいに生徒から質問の LINE が来たりしたらすいません、途中で終わる可能性はありますがどうかご勘弁ください。磯野さん、チャンノンさん、肥後幸太さんこんばんは。肥後幸太さんこんばんは。外仕事には辛い季節ですねえ。今日動画で言った通り僕は本当ねスリーピングしてまして、クーラーが入った、気持ちいい、何これ幸せと思って寝てたらいつの間にか夕方4時まで寝てるという何もできんたい今日っていうね、そんな感じだったんで今日はちゃんと早めに寝よう、じゃないと明日一日がまた無駄になるという、そんな一番やったあかん負のスパイラルに入ってしまっておりますが、はい。彦幸太さん、チャンノさんこんばんは。福岡も30度ですねえ、とんでもない暑さですよね。ちなみに今もねクーラーは一応このスタジオはつけてるんですけど、快適です熊本は、内陸だから暑さきついですよね。いやね、あんまりでも八代でね、暑いのは暑いんですけど、すっごいうだるような地獄のような暑さっていうのはやっぱ人吉の方が感じるかな僕は。人吉に子供の頃いた時ってのはあんまクーラーとかなくてね、蚊帳を昔はつけて寝てたりとかしてたんです。だから外の風が入ってくるのが気持ちよかったり、川の近くでもなかったんですけどね、ちっちゃい頃なんかちょっと蚊帳にホタルがついたりとかしながらフッフッとテンション上がって過ごしていたんですが、なんかでもあの頃の方がほんと涼しかった気がする。なんでだろうね。磯野さん、せっかくひげ剃ったのにまた伸ばすのかまた GoPro のネックマウントですると、ひげが映りまくるさそう、見たのか、めっちゃひげ映ってたでしょ俺そうなんです。いやひげ全然ね剃るんですけど、ひげ剃りをねもうこのスタジオに持ってきたんですよ。なので、2階にひげ剃り置いてんですけど、なかなかねひげ剃りに行かないという、そんな感じで、下はねちょっとねまだ取ってて、ほらこのお肉がねこう乗るんですよ。これがねもうやたら太って見えるから、下ひげは伸ばせという指令なんですけど、上は全然ね切ってもいいかな、もう剃っても、明日あたりもひげがない僕でやっていくかと思います。磯野さん見れました俺の動画のやつすいませんね、GoPro ただここにつけてたやつをね磯野さんに素材としてバーンって何かあったら使ってぐらいでお渡しをしたので、もし使えるのがあったら、はい、見てやってください。ビットラリアさん、皆さんこんばんはです。ビットラリアさんも今日もお布団からようこそ磯野さん、熊本市内は地獄ですわ。いやそうだろうさ、熊本市内なんてめちゃくちゃ地獄だと思いますよ、あんだけ暑いとね。それなりにビルがあり、それなりに各お店から
暖房のね、クーラーのこの暑いのがブワー出てる中ですかね。熊本の時横道とか流行るのがすごいね、暑かったもんね。まあでも熊本市内ってのはさ、あのこの下通りと上通りがバーンとあって、その横にこうひょいっと入ったところにある2階とか3階とかにあるちょっとしたお店のあそこのランチうめんだよなとかっていうのを知ってる人がやっぱナウなので、ナウじゃないツーなので、やっぱね、そういうところを探してる人もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、懐かしいな。熊本市内行きたいね。コロナが落ち着いたらマジで行かないとね、本当に。え、チャンノンさん、かや懐かしい。で今さ、キャンパーさんとかからしたら蚊帳ってのはもうなんかマストアイテムなんじゃないかなと思うし、一時期探してたんですよ。大きい蚊帳を買って車の後ろこうガボッと開けてさ、うちノアなので後ろ開けて蚊帳をわさーっとかけてね、車中泊できるんじゃないかと思った時期もあったんですけど、やっぱね、隙間から蚊が入ってくるじゃんと嫁に言われれば、まあそうだね諦めたりしていましたけども、磯野さん、ビッツさん、ヤッパパイ、はい、ヤッパパイ入りました。チャンドさん、なんかワクワクします。蚊帳、秘密基地っぽい。あ、でもそうね。いやでもなんだろう、子供の頃ね、もうね、正直ね、蚊帳をこうつけるのはめっちゃワクワクしてた。なんだろう、ほら、だいたいさ、真ん中にあるこのこう引くやつで、引くやつで電気つけるやつあるじゃないですか。あそこの電気の横ぐらいに、こうくるくるネジで回してさ、こうこんな形に、こんな形になってるやつ、引っ掛けるやつをこうついてて、そこに蚊帳をこうかけてね、うわーっと広げて、そういう夏がすごく懐かしいなと思っちゃいましたけど、あの当時だからよく寝れたね、それでね、お布団でいやでもね、やっぱり、ね、お盆とかね、お正月とかね、やっぱそのおばあちゃん家に泊まるっていうのはすごくね、僕の中ではでっかいイベントだったんで、人吉に大体3日とか4日ぐらいいたんですよねまあそれがすごく僕の中では大きな大事なイベントだったような気がします。はい、今ではもうないですけど、そんなイベント。チャンノさん、なんか、ごめんなさい、磯野さん、手が少し痩せた。いや、どうすかね。でも体重は実は落ちてます。生徒から痩せろと言われた時86キロぐらいで、そっからなぜか太って88になって、でマジで痩せようと思ってちょこちょこやってたら 84.1 ぐらい今、だからまあ痩せてはきてるんですけど、やっぱ80切らないとね、話にならないので、ちょっと頑張ってね、痩せないと。まあ90いってた時期もあるので、今だいぶまあマシではあるんですけど、ビール飲むようになってお腹が出てるんですよ、お腹が。これどうにかしないとなと、はい、思ってるところです。ミトラルさん、長老、はい、やっぱパイチャンノンさん、久留米は、35度記録していました。35度までいっとると、いやちょっと気になるね、今日の最高気温見ていこうかな。何度ぐらいなんだろう、今日の最高気温。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。熊本県、明日のでいっか、今日のって出てんのかな。相変わらず生配信やってると遅い。熊本県、よいしょ、最高気温とか出てくるかな。これどうにかしよう、ほんとめちゃくちゃ遅いんですよ、こっちでこの検索が。開くの早いんですけど、打ち込むのがね、ちょっとね。あ、逆に熊本の最高気温ランキング見つけちゃったこれちょっと映しとこうかな、ちょっと映していきましょうか。熊本県のグーでね、最高気温ランキングっていうのが出てたんですけど、1位なのが 38.8 度、1994年7月11日で、7月16日が同じく 38.8 度で2位なの。あ、結構最近のばっかだね、最高気温って。まあ機械の関係もあるとは思いますけども、3位2013年、4位1994年、ほい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 、ちょっと待って、でも去年さ16位とか入っとるよ。あ、去年11位とか入っとるよ。あ、結構やっぱ暑いんだ。まあこれを単純に温暖化という気はないけど、37.8 度、いやこのぐらいまで行きますよ。熊本はね、
湿度がありますから湿度があるからね、ちょっとなんか一概には言えないです。こんな感じなんだ熊本県。まあでも言うたら本気出したら 38.8 度までは温度が上がるってことでしょ。ねえ、それはちょっと心配ですよね。さあ最高最低気温ちょっと一応出てきましたんで、これ RKK のやつか。最低気温が明日八代 21.5 とかね、熊本 22.7。 あ、やっぱ熊本の方が暑いんだ。阿蘇の方行くと当然ねちょっと温度が下がってきます。水俣も 20.9。 そろそろ入れそうじゃね、海行けんじゃないかな。で、明日の最高気温ご報告いたします。八代市 32.1 度、熊本市 32.9 度。なにこれ、三隅 33.2 とか33.8。 あ、菊池 34.2。 やばいね。明日はちょっとやばいんじゃないか。みんなこれは倒れないようにしないと。いや、やばい。こんなに、え、こんなにやべえな。ちょっと心配になってきたわ。熊本今日の最高気温も出せるんですね。今日の最高気温でいいのかな。あ、熊本市の今日の、じゃあ今日は明日の天気、あ、もうこれあんま変わんねえか。でもやっぱ最高33度と書いてあるね。やばい、金曜の方がちょっと温度下がるんだ。梅雨はどうなった本当梅雨明けなんですけども、平年でいきますとですね、九州南部は7月の15日頃ということになっておりますが、去年は7月の28日になりました。中でも去年ね、雨降んねえのに、ね、いつまで梅雨って言ってんだとかっていう雰囲気だったんですけど、まあ、このぐらい7月末とかが一応梅雨明けとか言うてますけども、明けてるんじゃないかろうかぐらいのね、そんな感じになってますが、天気図見てみようかな。今梅雨前線どこおるの。あ、こんなとこおる梅雨前線。あら、こんな果てしなく離れたとこにいるんですか。これなかなか帰ってこねえぞ、左側にここら辺でなくなってしまうんじゃないかな。はい、まあ、久留米35度記録ってことなんでかなりやばいですね。ちゃんとさん情報ありがとうございます。ナイス。やせ TV さん、あ、こんばんは。見に来ました、ありがとうございます、ありがとうございます。また遊びに来ていただいて、何々とコメントしてっていうところですね。よろしくお願いします。磯野さん、プラスマイナス3キロは誤差のうちだぞ。いや、わかる。この80キロ超えの人間からしたら、プラマイ3キロとかっていうのは結構誤差で、まあ、ほんと汚い話をすると、うんちすると変わるぐらいです。そのぐらいの誤差です。マジで。なので、まあ、ちょっと本気でね、痩せていかないとやばいね。ダイエットをちょっとしていこうかと思います。ダイエット動画って面白くないんだよね、多分見る方が。まあでも一応それも出していこうかな。磯野さん、百葉箱の温度は体感温度とは、ちょっと待って、乖離してるからね。あー、なるほどね、百葉箱の温度ね。ていうか鳥とかめっちゃ暑いんじゃない。うちもね、とうとうね、今日夕方ここを出るときに、まあ、その結構暑かったじゃないですか。でクーラーどうしようかと、まあ、そのミッキーがいるわけですよ、ウサギのミッキーが。ミッキーいるのにね、クーラーをこれを消していくとやばいんじゃないかと。2階に上がったらもう灼熱だったので、これはやばいなと思って、めっちゃ26度とか7度とか8度とかそのぐらいにして、一応クーラーつけてったんで、今日は来た瞬間めっちゃ快適でしたけどね。まあラジオやってると汗かくんですけど不思議と。ふみやとさん、暑い、溶ける。いや、俺逆にね、脂肪溶けてくんないかなと思います、この暑さで。いや、すいません、もうほんとみんながね、こんだけ暑い暑い言ってる中ね、今日は一日寝てて、本当に全く暑さを感じなかったので、まあ、ほんと2階のスタジオのね、まあ、撮影をしたのを皆さんご覧になったと思うんですけど、この動画の前にね上がってますが、その時初めて2階に上がってですね、上がった瞬間に暑くて汗がダラダラと出てきまして、これを外で体感してたなんていう人は地獄だろうなと思います。はい、他人事みたいですいません。明日はちゃんとね、あの外に出てから、ちょっとね、そんな
灼熱の中で過ごそうかと思います。っていうのも、あの電気工事の人が来てくれるんですよ。なので電気工事の人が中に入ってこう作業ができるように朝から起きとかなきゃいけないんですけど、たまたま今日はね、あの連絡なかったので、明日はどうなんかな、まあ、うち以前のスタジオの時にご迷惑をいろいろおかけしたという経緯があって、全く同じ工務店さんで全く同じ電気業者さんに、今回お願いをしているんです。なので、まあ正直高くてもね、もうそこにしか頼まないということを決めて、今回工事の方をお願いしているんですけど、とにかく後回しでうちはいいんでと他の仕事が終わったついでぐらいで来てくださいというふうにお願いをしているんですよ。前にあのいろいろ迷惑かけたからね、まあ、あちらはもちろんプロだからちゃんと来てくれるんですけど、ただ連絡が当日なので、しかもね、あの今コロナ対策とかでね、観光庁関係、学校とかさ、市役所とかめちゃくちゃいろんな業者が工事に入ってて、今ねエアコンつけようとか思ってもね、なかなか工事が回らないっていうところが実は多いんだそうなんです。まあ僕らが住んでる八代市では、なぜそこに今そんなに金をかけるんだと思う気持ちは正直ありますけど、まあでも今一応そういう感じになってるらしい、ので、まあ、あのこうやってね来てもらえるだけうちはありがたいなと、思いながら、はい、過ごしているところなんですけど、だからあの八代関係でね、電気工事とかなかなかできなくて待ってる人もいるんじゃないかなと思うので、そういう関係の仕事してる人はね、今チャンスですよ、あっちのし、攻めに来てくださいぜひ今こそ儲かるぞーっつってね、来てもらえればなというふうに思います。まあちょっとね、まあ、僕もさっきから見ましたけど、あのテストがあって、テストの方でねどうなるかわからん状態で、もう本当に、精神的に気が気じゃないんですけれども、何遍も言ってみますが、夏休み私は塾にずっといなきゃいけないので、基本的にほぼスタジオあのには来れないようになるか、塾が終わってから1時間だけスタジオ来て編集して帰るみたいな、そんな状態になっちゃうので、この YouTube をね本気でやれる期間っていうのがもう完全にカウントダウンが始まってるんですよ。あと30日あるかないかぐらい、なのでこんなねダラダラ寝てる場合じゃないぞ俺と、思ってすごく反省を今しているところなんですけどね。あ、そうそう、今日もですね、皆さん、LINE の方は開放しておりますので、もしなんかあのちょっと喋っていろいろ言いたいとか、質問があるとかですね、そんな方がいらっしゃいましたらば、気軽にインターネットラジオグッドエアの方に LINE を、あ、 LINE 開いてないわ、まだ、LINE を送ってもらうか、 LINE で電話をかけてもらったりとかすると、そのまま参加できるようになってございます。はい、なのでちょっと電話してね出てやろうという方、ぜひよかったらば気軽に LINE の方に送ってもらえればと思いますが、パソコンで LINE にまだログインもしてないんですよログインします。ウェイ、よっしゃ、はい、ログインしました。これで、あのいつでもお電話なり何なりしていただければ、はい、対応していきますのでよろしくお願いします。ちなみに LINE っていうなんか声だけ聞こえた場合は、あ、生徒から質問来たなと、これ生配信終わるなと皆さん思ってください。まあ、とにかくね、あの24時間体制で質問に答えられるようにねしていかないといけないので、うん、頑張っていきます。他にもいろいろ来てるですね、ごめんなさい、コメント読めてなくて、チャンノさん、日本国政府は国民に熱中症アラートを出すそうです。あー、いやでもね、熱中症で亡くなる人の数って本当にシャレにならないですよ。でもね、まあうちの親とかにも頼んでるんですよ、もうこんだけ暑い中でクーラーをつけてくれって去年言ったんですよ。そしたら大喧嘩になって、俺らまだ年寄りじゃないとかなんだかかんとかって言うわけですよ、70過ぎのじじいが。で、もう本当心配だからクーラーをつけてほしいって、頼んでも頼んでも絶対つけねえ、本当にこのぐらいは耐えれる、問題ないとかね、本当に言うこと聞かない。まあうちの親とも完全に会話してないですけど、熊本地震の時にも頼むから外にテントかなんか立てるからそこで寝てくれって言っても絶対嫌だっつって、なんかあった時に、まあうちの母ちゃんなりなんなり家族をね逃がさなきゃいけないから酒飲まないでくれって言ってもバンバン酒飲んでから酔っ払って文句言ってくるし、イライラしとるしですね、もう水害の時もですね、もうあの親戚のところ行くとかっていうのをやってもなんか至らんことすんなとか言ってくるしですね、まあほんと大変なの今の年寄りの人たちって。年寄りの人聞いてたらあの反省してください文句あるなら LINE にどうぞ。まあそんなので、まあ、大変困っておりまして、熱中症アラートぐらい出してもらうとね、ありがたいなと思います。
でこういうのがね始まるとね、また保険の関係も変わってくるんですよ。熱中症アラートが出ている時に、例えば部活動をやって子供が死にました、それは保険は出ませんよ、学校の責任ですよ、とかっていうことがちゃんとできるようになる。今ね根性だけで全てをね考えているような人もいるので、そこら辺ねちょっとやっぱ考えていってほしいし、また山登りをしようとかっていうのも熱中症アラートとかね出してくると、いや山登りはね森があるとこだと涼しいんだけどね、まあただあの危険を考えてやめようとかですね、まあ大会の開催なんていうのも少しね考えたりとかできるようになるんじゃないかなと思います。実際に倒れたりとかしてしまう子もいたりとかね、今中退年前ですから、ぜひ気使ってもらえればこんなの始まってほしいですね、正直ね。磯野さん、文畑さん、こんばんは。チャンノーズさん、来週は雨マーク多かったよ。あ、そうだ、だから前線が多分近づいてくるんじゃないですかね。今この右側にある前線が左側、でもなー、そうなるかなちょっとね、この配置をどう見るかっていうのはすごく、これ難しいんじゃないかな、多分天気予報してる人もね、今見えてるあの皆さん、今僕の上に映ってるこの前線がうまいことちゃんと左にずれてくるというのもなんかね考えづらいような気がして、下にある低気圧あたりが、まあ、台風の卵みたいなのがありますけど、まあ、台風もちょっと下でできるか、ここら辺が影響して雨が降る程度だったらば、そんなに雨は降らないんじゃないかなと思うんですけど、これ移動性高気圧でしょ、今でも完全に移動性高気圧に覆われてるんでしょ、これね、そんな状態になってしまっていますが、一応これね48時間後とかあるんですよ、48時間とかね、これ再生すると見れるんで、どうなるんでしょうね。あ、左から、あれちょっと待って、ん、先生作り直し、あー、これいなくなっちゃうんだ、これおいバイバイして左からニョキッと来るんだ、あー、これか、なるほどなるほど、これで雨が降るのね、はい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 、これ結構長いね。そして低気圧もしっかりと引き連れてという感じになるので、なるほど、もういっぺん雨来ます、皆さん気をつけましょう、マジで、はい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 、そういうことね、ありがとうございます、チャンノさん。海畑さん、磯野さん、こんばんは。チャンノさん、あ、来週かな、いや近そうです、近そうです、これですね、こいつが近づいてくるんで、これがもう九州乗っかればもちろん雨は降りますし、こいつがこの辺で止まってで、グイーッと上がって下がってもう一回上がって、この北海道の手前でシュンと消えれば、はい、梅雨終わりってことになるんだと思うんですけど、まあそんな簡単にはいかないですよね。磯野さん、トイレ行ってショーすると 0.5 キロ痩せるからだ出しすぎ、俺この間確認したもんあのね 300g だった僕の減った量は 300g でした。磯野さん、はい、一応報告しておきますこれ生徒から先生トイレ行ってからさ戻ってきてからちょっともう一回乗ってよって言われて、ああっつってから乗ったら 300g 減ってたんだよね藤田さん、夕方通ったらおったね、タイミング的に夕方の動画撮ってた最中だったかなと。あ、そうなんすか、いやそうかも、うん、多分寄ってくれればいいのに寄って海畑さん、某工務店ね、ソキャン切り立てせんでええよって、いやいやいや、いやそこはね正確なんです、どうしても正確なのでもうそこにお願いしてます。まあでもトータルね、結局ね、まあ70万クーラー入れるのに、ただあのウォシュレットとかつけれるような電気配線もお願いしたり、もう廊下が怖くてね、なかなかみんな行きたがらないという状態だったの、トイレとかに。なのでそっちの方にもあの電気工事してもらっているのでですね、であの換気扇はねさすがにちょっと全部お断りしましたもん。お風呂とそれから各部屋に換気扇をつけてほしいっていうお願いをしていたんですけど、それはもうすいません、お金ないんで、なんか自力でどうにかしますということで、換気扇用のコンセントだけつけてもらってるんですよ、今トイレにね。あとはもう自力でなんか換気扇をつけるかなと。下手したらまああのあれですよ、パソコン用の排熱のねあれをトイレの電気と連動させるかなんかしてつけるとか、本気でそのぐらい考えてます今、はい、まあどうにかなるさビトラルさん、フミヤトさん、こんばんは。クミン土日休みで撃沈してますクミン土日休みなんだっけ、そうなんですか。
この間ねカレー屋さんのクミンのねやつご紹介しましたけども、そうなんだ、クミンもちょっと一回ちゃんと取材行って撮影させてもらおうかな。まあ撮影っていうのは本当もう4月だったので、めちゃくちゃ昔なんですけど、まあイベント自体にね批判がすごく集まったりとかっていうことを避けるために、これはもうお蔵入りしとこうっていうことにしてたんですが、定期的にやってるイベントなんでね、皆さん見てくださいっていうことでエルセルモもあるし、この間ご紹介をしておりますので、まだ見てない方はぜひよかったら、見ていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。もう見えんね、この携帯じゃないと俺読めんね。ピットライドさん、撃沈ってのは僕のマインドですそうだね、土日空いてないってのは辛いっすよね、正直ね。まあ明日か明後日ね、唐揚げ企画の方で僕オーシャンの唐揚げを夢タウンに買いに行くんですけど、夢タウンで今ねオーシャンの唐揚げは30食限定でやってるんですよ。それをね買いに行くんで、ビットライダーさんどうでしょう、その辺。めっちゃ4種類ぐらいあるんですよ多分。塩唐揚げと甘だれ、あんまなんか南蛮みたいな、タルタルもかかってるやつとかね、いろいろあるので、エビチリはもううちはダメか、企画的に、それを食べに行く予定なので、ビットライダーさん、ぜひおすすめします。多分30食限定、で夢タウンで販売してるんだと思います。ふみあたさん、ビットさんこんばんは。あ、そうですね、あそこ施設の併設ですもんね。そうだよね、そっか、だから土日やってないのか。いやでもクミンさんのねキッチンカーはね、いろんなところでまだ見る機会あると思いますね。これはめっちゃ久しぶりの、キッチンカーだっておっしゃってたので、ぜひよかったらどうでしょうか。磯野さん、年寄りは代謝が落ちてるから暑さを感じないらしい。あそういうのもあんだ。あ、そうか、だから我慢してるだけじゃないですね。なるほど。文畑さん、ですね、うちの親父もすやすや寝てますいやでもどうにかね気をつけてほしい。まあ27度ぐらいでもいいからさ、クーラーはつけてほしいなと思いますね。どんぐらいでも電気代かかるんだろうね、27度で。まあ仮につけっぱなしに1ヶ月したとしてね。今だからエアコンつけたんですけど、多分600ワットとか700ワットとかそんぐらいだと思うんですけど、まあ大体冷蔵庫があと4台増えたぐらいの気持ちでいれば、まあ3万ぐらいとかでの電気代で済むんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。どうなのかな。なんか電気代について詳しい方いたら教えてください。サケライブさんこんばんは。そういえば梅雨ないのかなあるんだけどね、そこそこ感じてるんですけどもね。なんだろう、いつの間にか梅雨はどこ行ったって感じになってしまっております。磯野さん、そういえば今月のビーパルの付録はミニ焚き火台らしいよ。あ、そうなの。焚き火台持ってんすよねでアルコールストーブ用の焚き火台として今実はそれを使っているので、本当にね焚き火を燃やしてっていうやつは、また別で買いたいんですけど、でもやっぱり、ね、広いところでやりたいので、今ねナーフコで売っているでかい焚き火台をちょっと検討していて、上になんか乗せて焼くとかではなくて、本当に焚き火をする用のでっかい焚き火台が欲しいなと思っているんですが、うちの奥さんね、いかんせんね焚き火の煙の匂いが嫌いなんですだから完全に一人でね、とかもうほんと友達だけ行くとかね、嫁さんを置いてっていうタイミングじゃないとおそらく焚き火できないんだろうなと思ったりとかしているんですけど、髪伸びすぎ、もうキモいわ、ここまで伸びるとやばいぐらい髪が伸びてますけどね。サケライフさん、梅雨あった、唐揚げ温泉掘ろう温泉掘りたいね。掘れたらいいですね。磯野さん、明日は揚げ鉢だなと。あら、揚げ鉢はねやっぱりね、正直に言って揚げ鉢の唐揚げ自体は、前の日ごとりの時から比べると僕は好みではなくなってしまったんですけど、ただそこにこだわってるのはちゃんと東洋の生姜をね使って作ってるっていうところだと思います。で大変人気もありますけれども、揚げ鉢で食うならやっぱりパックス、1キロのパックだっけが5、600円とかで買えるんだと思うんですよね。それがね一番おすすめかな、正直。でもう、その硬さとかさ、味わいの意味で言ったら前の日ごとりのが僕は好きだったんですけど、でもそこに置いてあるやっぱりこの9種類
今10種類ぐらいあるのかなの、タレをねこういろいろとセレクトしていただいて1個50円ですから、そん中からお気に入りのこの足っていうのを見つけたら、あそこはね多分ハマってみんなね離れられなくなるんじゃないかなと、はい、思います。文畑さん、じゃあまた動画外注お願いしてお金回します。いやーちょっとどんだけやれるかがね今時間的な余裕が、ただあのだいぶスキルは上がったので時間的には早くできるかなと思うので、打ち合わせ取材を代わりに行ってもらえるのは全然やります。ぜひよろしくお願いします。まあまあ可能な限り対応はしていきますけど、今ねあれなんですよ、夏休みの、時に、まあ部活があるから来れないとかっていう子がいると、まあ、うちの塾では正直基本的にはクビにするんですけど、やめてくださいということでやめてもらうんですが、今まあ中3に関してね、中3で中退連終わってもね部活やるとかっていう子がたまにいるんですよ。でそれに関してはもう本当やめてもらうっていう対策をぶち当たってるんですけど、まあどうしてもっていう事情があったり、またコロナの蔓延があるかもしれないということで、今ね結構夏休みにやる問題集を全部ね、動画にまとめていってる最中なんですよ。だから結構そういうのがあるので、夏休み時間を作ろうと思ったら作れるないこともないという状態ですので、ぜひ言ってください。はい、よろしくお願いします。磯野さん、トイレの換気扇と風呂場の換気扇は街灯連動じゃなくて単独で入り切りできる方が良いよ。あ、しましたしました。お風呂はねちょっと無理なんですけど、トイレに関してはですねそんな風に分けてもらって、今トイレのね入り口のところにカチカチってこうつけるやつ、をつけてもらっているんです。なので多分いけると思うんですよね、その辺もね。うん、だから、まあ、ただ窓につけるしかないので、自分たちでやるってなると壁ぶち抜いたりとかなかなかできないから、窓にどうやって取り付けるかちょっとアイデアを今考えているところです。あー、むつまるのクラフトやだ、忙しいよってむつまるのクラフトや雑誌の方はどうでしょうか、そろそろ出来上がってくるんですかね。そろそろね、むつまるのクラフトやが雑誌作りますっていう動画も作ろうと思っていて、ぜひよかったら素材提供の方をいただければなというふうに思いますから、気軽に送ってきてやってください。あー来ちゃいました。あら、今日もちょっと終わろうかな終わろうかな。生徒さんからもう来ております。図のような各辺が1メートルで体積1立方メートル、立方体の水を図にして次の問いに答えなさい。何、水の密度は 1g 立方センチとする、体積1立方メートルの水の質量は何キログラムか、1m×1m×1m ですから 100×100×100 で100万、立方センチメートルになるので、ここ100万グラムになるか、100万グラムからキロに変えるんだから0、3つ取って、100万、10万、1万ぐらいか、1万キロぐらいですね。はい、ちょっと待って、わからなくなった、ごめん、今の中は適当。というわけで来てました、すいません、もう。いや今日も早いな。ワイトンやって早いね、さすが磯野さん。むつまるのクラフトやから、雑誌配る前に雑誌に載っちゃったって。すげえ、マジで雑誌配る前に雑誌に載っちゃった。じゃあうちは宣伝するんで大丈夫やね。すげえすげえ、むつまるのクラフト屋。いや、むつまるのクラフト屋は以前からねコメントをいただいている方なんですけれども、すごい多彩で、メイクアップアーティストだったり造形を作ったり絵を描いたりとか本当にすごい才能がある人で、そんなむつまるのクラフト屋が雑誌を作ると、いうことで以前ご報告をいただいていて、フリーペーパーで、ね、雑誌を作るんですっていうことだったんですが、いや俺正直ね、これからアーティストっていうのは、これからどんどんね自分たちから発信していくっていうことが必要だと思うんですよ。なんか評価されるのを待つじゃなくて、自分たちからこれどう、これよくねみたいなことっていうのが、僕はまあ大学時代からずっとこういう意見を持っていて、そういうねきちんと自分たち自身から出していくってことが必要なんじゃないかなと、私は思っているんですけれども、あ、むつまるのクラフトや、ごめん、多分だけど、今 LINE 来てないからさ、あれだと思うんだよね、もう一個の、携帯っていうか、以前やってた LINE の方に送ってくれてると思うんだよ。新しいっていうか、うちの、
概要欄に載ってる方の LINE の方でですね、 やり取りをしていて、むつまるすいません、よかったらそっちの方に写真をもう一回送っていただけないでしょうか。うおー、なったれ。よかったらグッドエアの、 あの概要欄に載ってる方のね、グッドハイフンエアの LINE の方に送っていただけるとありがたいです。すいません、面倒をかけて申し訳ない。サケライフさんからも1トンって来てましたね。ふみはたさん、クリエイター AI に食われない、職種だもんね。まあ、そうだよね、本当に AI にね、まあ、僕らは喋るっていう仕事もわりかしそうなんですけどね、 AI が今やってくれるとか自動で音声出してくれるとかありますけど、やっぱ違うんだよね、コンピューターがやるのと俺らが喋るのでは。そういう意味ではね、まあ、なかなかコンピューターとか機械に真似できない分野ではあるかなと、思ってはいるんですけど。お、来たんじゃね、来たんじゃね、これ来たんじゃねえか、これ。はい、来ましたよ皆さん。むつまるのクラフト屋がですね、雑誌に載りました。ドーン、見てください。どこ？こっちじゃないのか、もう一枚の方かな。ちょっと待って、このタイトルにも書いてあるんじゃないの、書いてないのかな。ちょっと待って、ちょっとタイトルが気になるぞ。くそ、タイトルに書いてないのか。じゃあいい、乗ってるとこ見よう。ドン、はい、乗ってまーす、クリエイターとして。織田信長って書いてあるけど。あ、むつまるって下に書いてあるじゃん、むつまるって。はい、書いてありました、むつまる声、雑誌載ってます皆さん。見かけたらぜひ見てあげてください。なんなら雑誌買ってあげてください。コスプレモード、yeah. こっちの雑誌に皆さん、あの、載ってますので、ぜひ、むつまるのクラフトやね、見ていただければと思います。コスプレモードです、すいません、ありがとう。ということでございまして、ちょっとね、これもね、紹介でぶっちゃけ YouTube 撮ろうかなとは、はい、思っております。磯野さん、油なら 800kg や。早えな。てかもう覚えてるのレベルで言ってるんでしょうけどね、子供たちにどうやって計算してなるかをね、教えなきゃいけないから、そこをちょっとね、しっかり考えていきます。磯野さん、むつまるさん、おめでとうってことで、サケライフさん、素敵といただいておりました。ということで、すいません、今日もね、生徒から質問の、LINE が来ておりました。昨日もなんだかんだね、1時半ぐらいまでの間に15件20件ぐらい、質問の LINE が来るという状態だったので、すいません、テスト期間のため私は今日の生配信早めにこう撤退をさせていただきたいと思います。むつまるのクラフト屋からいろいろ締め切り追われて、もうちょっと待ってくださいと。ああそうなの、じゃあ、なんかいろいろ決まったらさ、その辺教えていただいたら、うちで動画の方1分とか2分とかのね、動画になると思いますけども、むつまるのクラフト屋の紹介も、出させてもらいたいと思います。いやいや、最近ちょっとね、ほんと早く終わることが多いんですけど、申し訳ありません。まあこの夜のねやつ雑談モードにしたので、本当に特にまあみんな、あの、来る人来ない日も結構あるんですよ、人が。まあそこら辺もあってですね、いろいろ大変なので、ちょっとお休みもしながら、お休みって、あの、休むじゃなくて早めにね、終わりながらでやっていくことになるかと思います。今ですね、動画の方は園田くんが園田くんがですね、ちょっと体調を崩して、病院にいるということで、そんな園田くんに元気になってもらおうということで、あの、園田くん今船修理出してる最中なんですけども、それが治ってから公開予定だった、園田くんとね、うちの嫁さんと3人で、八千代の海に出て行って、まあ、海のドライブ、ね、クルージングをした時の、動画をですね、今1話だけ出させてもらっています。まあ、そちらの編集をまずねしてから、ちょっと本人に頑張れと、元気になれというエールを送りたいということで、今その動画の方の編集に、時間をかけていますので、あんまりちょっとね動画の数は少ないかもしれませんけども、ご容赦いただければと思います。そしてこの生配信は企画会議としてやっていますので、皆さんどんどんね、こんなことやったら面白いんじゃないかと、
こういうとこ取材に行けとかですね、そういうのをお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。むつまるのクラフト屋じゃ連絡待ってますね。磯野さんお疲れさんと、サケライフさんお体に気をつけて、シャノンさんお疲れ様です、ありがとうございました。いやもうこの昼夜逆転しないようにね、今日は早めに寝て、明日ちゃんと朝早起きしてから、いろいろ動画を作ったりとかしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。本日の放送はここまでです。以上です。後席ありがとうございました。 Thank you for your listening. GoodAir.com Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ GoodAir。現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。